お世話になってます。高本です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画ではデスクツアーという形で僕の今のデスク環境をご紹介したいなと思います。まあデスクツアーの動画に関しては定期的に更新をしていってるんですけど、1個前の動画だと去年の12月くらいに動画を出してます。でその1つ前の動画からだいたい8ヶ月くらい時間が経ってちょこちょことアイテムの変更があったので、現時点2022年8月時点でのデスク環境っていうのをこの動画に残したいなと思います。僕のこのデスク環境のテーマとしては大きく4つありまして、色はホワイトとナチュラルウッド系で統一、できる限り物は少なく、必要なものにはお金をかける、ケチるところはケチるっていう感じでデスク環境を構築しています。まあそれなりにこだわって構築しているデスク環境になるので、何か一つでも皆さんのデスク環境作りの参考になるようなところがあればいいなと思ってます。今回動画の中で紹介するものについては、紹介する順番で概要欄の方に URL を掲載しておきますので、気になったアイテムがあったら概要欄の方からポチってみてください。それではデスクツアー始めていきましょう。はい、それではまずはメインのデスクから紹介していこうかなと思います。僕のデスクに関しては、デスクの足はみんな使ってるフレキシスポットの電動昇降デスクを使ってますね。まあ僕の場合は立って作業するっていうことはほとんどないんですけれども、作業の内容によってこう iPad で手書きメモを取るときだとか、 PC でキーボードを打つときだとか、まあそういう作業の内容によって高さを変更できるっていうのがいいなと思って気に入って使ってますね。あ、でちなみに僕の家は 1K の8畳でこの部屋しかもうないので、 PC 作業はもちろんなんですけど、ご飯を食べるのもこの机で食べてます。なのでこの机は作業テーブルでもあるし、ダイニングテーブルでもあるっていう風な感じですね。で僕が使ってるあのデスクの足のモデルは E-7 っていうフレキシスポットの電動昇降デスクの中でも上位の方のモデルを使ってます。フレキシスポットの電動昇降デスクは結構ね種類が多いんですけど、僕みたいに身長がそんなに高くない人は E-7 っていうやつ以上の上位のモデルを強くねおすすめしたいなと思います。僕は身長169ぐらいなんですけど、この E-7 っていうモデルを買う前に結構安い貝のモデルを使ってたことがあったんですよね。でその貝のモデルを使ってた時なんですけど、その貝のモデルは昇降範囲が狭いっていうか、一番下まで下げた時の高さがね結構あんまり下まで下がらなくてちょっと高めなんですよね。まあ、そのせいで結構首とか肩に負担がかかって辛かったので、この上位のモデルに買い替えたっていう経緯があるんですよ。前にフレキシスポットの電動昇降デスクの足の選び方を解説した動画っていうのも出してるので、そっちも合わせて見てもらえればなと思うんですけども、まあわざわざ買い替えるぐらいにはちょっと姿勢が辛かったので、僕みたいに身長が低めの方はやっぱり上位の機種 E-7 っていうモデル以上のモデルを選ぶことを強くお勧めします。そしてデスクの天板に関しても同じくフレキシスポットの天板ですね。こちらは幅が140センチで奥行きが70センチの結構広めの天板を使ってます。なんかこうよく YouTube で見るのが、なんかなんとかっていう木材屋さんでおしゃれななんとかっていう木材の一枚板をうんぬんかんぬんみたいなね、おしゃれな天板を使ってる方いると思うんですけど、個人的に僕はそこまでこだわる気持ちにはなれなかったので、普通にフレキシスポットの純正の天板を買いました。僕の家は 1K8 畳しかないので、許容できる限り大きいサイズの天板を選んでて、色合いに関しては他の家具と色合いを揃えたかったのでメープルのものを選んで使っています。そしてオフィスチェアに関してはコフォチェアプレミアムっていう椅子を使ってまして、これ提供でいただいたもので、これを提供してもらう前はエルゴヒューマンプロっていう定番のオフィスチェアを使ってたんですけど、僕はこっちの方が好きだったんでエルゴヒューマンプロを手放してこっちのコフォチェアプレミアムに乗り換えたっていう感じで使ってますね。このランバーサポートって呼ばれる腰を支えてくれる部分がこの背もたれから独立をしてまして、かなり腰を優しく支えてくれてるので長時間座ってても疲れにくいなっていうところがありますし、あとヘッドレストとかフットレストもついてるので、作業する時じゃなくてゆっくりする時にもね結構いいんですよね。こちらの椅子は案件でもらったものにはなってしまうんですけども、普通にいいものだったのでリアルの友達にも勧めたら、その友達も買ってくれて満足してくれてるみたいでしたね。このオフィスチェアは8万円くらいで買えるかなりコストパフォーマンスの高いオフィスチェアになってるので、これからオフィスチェアを買われる方はぜひこのコフォチェアプレミアム候補の一つとして検討してみてください。以前レビュー動画もアップしてるので、よかったらそっちも参考にしてみてください。はい、そして続いてがメイン PC ですね。僕が使ってるのはこちらの M2
MacBook Air を使ってます。こちらはまあ最近購入したもので、以前は M1 MacBook Air を使ってたんですけど、動画編集の時とかちょっとねスペックが足らなくなってきたなっていうところがあったので、スペックアップのために購入をしたって感じですね。まあこちらの M2 MacBook Air は僕結構カフェに行って作業したりすることもあるので、そういう時はこのまま持ってって単体で使うんですけど、家にいる時はこの状態、閉じた状態でクラムシェルモードで使ってることが多いですね。まあ家にいる時はだいたいこちらの外部ディスプレイにこの MacBook の映像を出力してから使ってるんですけど、こういうこのクラムシェルモードにしてる人ってだいたいね机の上のどっかにこういう立てかけるスタンドとか置いてたりすると思うんですけど、僕はねデスク上にそういうスタンドは置いてないんですよね。というわけでこのクラムシェルモードの MacBook をどこにどのように設置してるのかっていうところは後ほどのお楽しみということで、デスクツアー続けていこうかなと思います。はい、続いてが僕が使ってるこちらのメインのモニターを紹介しようかなと思うんですけど、僕が使ってるのは LG の27インチの 4K モニターを使ってます。やっぱり 4K のモニターということで、たくさんの情報を一度に表示できるっていうのがいいなっていうふうに思って使ってますね。まあこんな感じで片側にメモ帳を出して、こっちにブラウザを立ち上げて調べながら YouTube の台本を書くみたいな、こういう使い方をしている時が結構多かったりしますね。まあこういうデスクツアーの動画とかでよく見るウルトラワイドモニターっていう、もっとね横長のモニターとかあったりすると思うんですけど、僕はねこの27インチで十分かなと思ってます。あとこのモニターのいいところがこんな感じで裏面が白いんですよね。モニターでこの裏面が白いやつってなかなか珍しいかなと思うんですけど、家のインテリアとかも基本的に僕は白系で統一をしてるので、この裏面が白いっていうところも地味にお気に入りポイントだったりしますね。あとこんな感じでモニターの裏に USB のハブも備えてあるので、この辺も地味にありがたいポイントだったりしますね。あとこのモニターはスピーカーが内蔵型なので、音質にこだわりがなければ別途スピーカーを用意する必要が別にないので、デスク上のものが減るっていうのもすごくいいポイントだなと思ってます。僕はねそこまで音質にこだわりはないので、これで十分かなと思ってますし、まあもうちょっといい音で聞きたいなとか思った時は、僕はもう部屋の中で AirPods つけて使ってますね。そしてこのモニターの上に設置しているのが BenQ のスクリーンバーっていうモニターライトですね。こちらはここにスイッチがついているタイプで、ここをタップすると手元を明るく照らしてくれるっていうものになってまして、夜電気を消してこれだけで作業してたりすることも結構あったりしますね。BenQ さんのモニターライトはいくつか種類があるんですけど、このモデルは一番安いやつで、このライトの本体にボタンがついているタイプですね。僕はこれを買う前にコントローラーが別で付いてるタイプの上位の機種を買って使ったことがあったんですけども、モニターライトって一回つけちゃえばそんなに頻繁に操作するものでもないので、手元にコントローラーがある必要はないなって思ったのと、あとはそのせいでデスク上に物が増えちゃうっていうのがすごく嫌だったので、ちょっと面倒くさかったんですけど、わざわざこの安い機種に買い替えました。まあ、個人的にはこの BenQ さんのモニターライトに関しては、一番安いモデルが一番使い勝手がいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。もう一つモニターの上に乗っけてるものがあるんですけど、こちらですね、ウェブカメラですね。まあ MacBook の方にもカメラついてると思うんですけど、僕はクラムシェルモードで使いたいので別途カメラも用意しなきゃいけないなということで、こちらのロジクールのものを買って使ってます。このウェブカメラはフル HD 画質で、画質もね十分に綺麗ですし、これ自体にマイクがついてて僕の声を拾ってくれるので、これ1台で通話もできちゃうんですよね。なので友達と LINE でねビデオ通話する時であったりだとか、あとはたまにやってるそのメーカーさんとウェブ会議をやるみたいな時とかにすごく活躍してくれてますね。こちらのウェブカメラ使う時はこんな感じでモニターライトの上に乗っけて、こんな感じで使ってるんですけども、使わない時はこういう感じでちょっとここら辺の角度を調整してあげて、このモニターライトの影に隠すような感じで、こんな感じで設置してますね。ウェブカメラをモニターライトに乗っけたまんまにしてると、なんかこう漢字のデコボコのデコみたいな見た目になるのが僕はあまり好きじゃないので、使わない時はこんな感じでモニターライトの影に隠して、モニターライトと同化させる感じで目立たないように設置してるって感じですね。そしてモニターの裏にはこんな感じでダイソーの粘着式のフックを貼り付けてまして、ここに有線のイヤホンを引っ掛けてますね。動画編集をする時とかは Bluetooth のイヤホンだとどうしてもこう音が遅延してしまって編集がやりにくいので、有線イヤホンを使って動画編集はやるようにしてます。まあ、こちらの有線イヤホンはファイナルっていうところのスタディワンっていうイヤホンを使ってまして、こちらのイヤホンが人の声を聞き取りやすいようにチューニングをされてるイヤホンになってるらしいんですよね。
まあ、なので人の声を聞き取りやすいということは動画編集もやりやすそうだなということでこちら購入して使ってるんですけど、確かにね音質もいいなっていうふうに思いますし、まあ、こちらね3000円くらいで買えるイヤホンになってるので、僕みたいに動画編集をやってる方とか仕事柄ウェブ会議が多いよみたいな方はこれ買ってみるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じでモニター裏に粘着式のフックを引っ掛けて、こういう感じで収納として活用するっていうのはすごくおすすめの方法ですね。はい、そしてこのモニターに関してはこのモニターアームを使って設置をしております。こちら使ってるのはエルゴトロの LX っていう定番のモデルですね。 Amazon ベーシックの方でこれの OEM 商品が売られてて、そっちの方が値段が安いんですけど、ホワイトの色がそっちだとなかったので、ホワイトが良くて、こっちの本家エルゴトロの方を僕は選んで使ってます。モニター下が開くのですごく見た目がすっきりしますし、あとはこんな感じでモニターの位置もすごく自由に調整が効くのでかなり便利に使ってますね。あとこんな感じでモニターアームの中に配線をきれいに収納することができるので、モニター周りがかなりすっきりして見えるのがいいなと思いますね。そしてこのモニターアームから出てきた配線たちに関しては、このダイソーのケーブルチューブネジネジを活用してまとめて、見た目がすっきり見えるように工夫をしてるって感じですね。はい、そして続いてがキーボードなんですけど、キーボードに関しては Apple 純正のマジックキーボードのこのタッチ ID がついてるパターンのキーボードを使ってますね。このキーボード結構最近買ったものになってて、これを買う前はガジェット界隈で結構絶賛されているこちらの HHKB のハイブリッドタイプ S っていうね、こちらのね高いキーボードを使ってたんですけど、こっちの方は僕にはあんまり合わなかったみたいで、個人的にはこの Apple 純正の方が打ちやすいなっていう風に感じてます。こちらの HHKB の方は結構キーのストロークが深いものになってるんですけども、僕はこの Apple の純正キーボードみたいにこのストロークが浅いペチペチした打鍵感のキーボードの方が結構タイピングが早くできたりするみたいで、僕にはこっちの方が合ってるみたいでしたね。あとはやっぱり MacBook 本体と打鍵感を揃えられるっていうところもいいところかなと思いますし、こちらは外付けキーボードなんですけど、タッチ ID もちゃんと使えるっていうところで、まあ MacBook のロックを解除する時だとか、そういう時も便利だなと思ってこちらのキーボードを使ってる感じですね。そしてキーボードの右手側に置いてるのがこちらのマジックトラックパッドですね。僕はマウスじゃなくてトラックパッド派です。まあこれを買う前は Apple 純正のマジックマウスであったりだとか、あとはケンジントンのトラックボールマウスみたいなのも試したことあったんですけども、僕にはあんまり合わなくて、結局まあ MacBook 本体と操作感を揃えた方がいいかなっていうところと、あとはこのジェスチャーの機能がやっぱり便利だなっていうふうに思ったので、トラックパッドを使ってるって感じですね。そしてこの27インチのメインのモニターの横には iPad mini 6をこんな感じでボヤタのスタンドに置いてサブディスプレイ的に使ってることが多いですね。こっちの方で YouTube とかを流し見しながら、こっちの方で自分の YouTube の台本を考えたりしてる時が多いですね。あとやっぱり手書きでメモを取る時とかは iPad mini 6を使ってることが多くて、この中に Good Note 5っていうアプリを入れてるので、まあこんな感じで最近で言うとインスタの投稿の内容とかはこんな感じで手書きで考えてたりしますね。あとこちらのスタンドについては最近ボヤタさんの方から提供でいただいたやつなんですけど、まあボヤタさんのスタンド何種類かあると思うんですけど、このサイズ感がすごく iPad mini 6と相性が良かったので、最近はこのスタンドを活用していることが多いですね。そしてこのメインのモニターの逆側になるんですけど、こちらの方にはこのポップインアラジン2のリモコンを置いてますね。まあポップインアラジンっていうのは天井に取り付けるタイプのプロジェクター兼シーリングライト兼スピーカーになるよっていう便利なアイテムになってまして、まあ僕はプロジェクターとしてもたまに使うんですけど、まあ基本的には部屋の照明として使ってるので、照明を操作する時用にこちらのリモコンを手元に置いてるって感じですね。あとは最近はポップインアラジン2とこちらの iPad mini 6を Bluetooth で接続して天井から音楽を流したりして、ちょっとこうカフェっぽい雰囲気にしてから作業してたりってすることもありますかね。このポップインアラジン2は1台でいろんな使い方ができますし、結果的にテレビも手放したりすることができたので、本当にね買ってよかったなっていうふうに思ってます。あとこちらの方には無印良品の B5 サイズのノートを置いてまして、まあ基本的に手書きは iPad を使うんですけど、たまに紙に書きたい時もあるなと思って最近はここにノートを置いてますね。まあ、例えばインスタの投稿みたいな考え事をするときは、こうメモした内容を後から編集がしやすいこの iPad の手書きメモを使ったりするんですけども、
例えばこう1日のやることをメモったりするときとかは紙の方がいいかなっていうふうに思って使い分けてるって感じですね。まあデスク上のものを減らすっていう意味で言うと iPad mini に全部手書きはまとめちゃった方がいいかなって思ったりしたんですけども、まあなんかちょっと一長一短あるなっていう感じで、完全にペーパーレス化しきれてないので気分で今は使い分けてるって感じですね。そしてデスクの左側、このモニターアームの根元のところにはカルディジットの USB ドックを配置しています。デスクの周りで使っているデバイスに関してはほぼこれに接続をしているっていう感じですね。表面にもたくさん穴がありますし、裏面にもたくさん穴が開いてるんですけど、ちょっとこう実物だと分かりにくいかなと思うので、何をどうつないでいるかっていうところは後ほど図を使って説明しようかなと思います。この手前側がねすごく便利で、この手前側に SD カードリーダーがついているので、こうやってカメラで撮影した動画とかを取り込むときはここから読み込むようにしてますね。あとここにイヤホンジャックもついているので、動画編集をやるときとかはここにイヤホンを挿して動画編集をするようにしてますね。はい、そしてこちらがさっきの USB ドックが載ってるところの天板の裏側になるんですけども、ここが僕のデスク環境の一番のセールスポイントかなと思います。このデスクの天板にダイソーのフックを取り付けてまして、そのフックを活用してこういうハンギングラックって呼ばれるものを吊り下げてます。このハンギングラックっていうのは本来はデスクの天板に引っ掛けて使うもので、例えばこう雑誌とか新聞みたいなのを立てかけるときに使ってくださいねみたいなやつですね。で、僕はこのハンギングラックをこのデスクの裏に取り付けて、クラムシェルモードの MacBook をここに置くことでデスク上から MacBook を排除することに成功したっていう感じですね。この MacBook をそのままハンギングラックに載せてしまうと、さすがにちょっと MacBook が安定しなくてちょっと落ちそうで心配だったので、 MacBook をクラムシェルモードで最初はね机の上に置いて使ってたんですけど、その時に買ったこのスタンドをスタンドごとハンギングラックに載せて使ってるっていう風な感じにしています。あとこのハンギングラックには MacBook だけじゃなくて、こちらにシーゲートの 8TB のハードディスクも載せて使ってます。こうやって YouTube をやってるとどうしても動画素材がたくさん溜まってきてしまうので、そういったものはこちらのハードディスクで保管をするようにしています。まあ、ただですね、ハードディスク HDD はちょっと読み込みが遅くて、この中のデータを使って動画を編集するとかなるとやっぱりちょっと動画の編集効率が下がってしまうので、最近はこっちの方にですね、これですね、サンディスクのポータブル SSD、 こちらも使ってて、こっちの容量は 2TB ですね。だいたい動画編集をするときは一旦動画素材っていうのは本体のストレージに移して、編集が終わったらこっちの SSD に移していって、この SSD がいっぱいになってきたら適宜この HDD に移していくっていう風な感じで運用をしてますね。あとこのハンギングラックについてはこんな感じで外側にポケットもついてたりするので、こういう感じのメガネ拭きであったりとか、たまに使う小物を収納したりもしてますね。はい、というわけでここまででデスクの周りで使っているものに関してはほぼほぼ紹介が終わったんですけども、何がどう接続されているのかっていうのがちょっと分かりにくかったかなと思うので、こちらの図を使って補足説明しようかなと思います。こちらの図は僕が作ったものになってます。この真ん中にあるのがさっき紹介したカルディジットの USB ドックで、これを中心に僕のデスク環境は構築されています。そしてこのオレンジ色の線で表しているのが有線接続で接続しているもので、この青の点線は Bluetooth 接続ですね。で、このモニターの方から見ていくと、このモニターの裏にもハブがあったかなと思うんですけど、そこに接続しているのはモニターの上に乗っけて使っているウェブカメラ、これだけですね。で、このモニターと MacBook はこのカルディジットの USB ドックを介して接続されてまして、ここの映像に関しては USB ドックを介してこちらに出力されているっていう風な感じです。そして他のデバイスに関しては全てこの USB ドックを介して接続をしていまして、例えばモニターの上で使っているモニターライトも電源はここから取ってて、コードを伸ばしてモニターの上に設置してるっていう感じですね。あとはカメラで撮影した動画データであったりとかは USB ドックの SD カードリーダーを使って本体に読み込んでます。あとは Amazon のセール動画の時とか、たまにマイクを使って集音してる時があるんですけど、そういうマイクに関してもこちらの USB ドックに接続して、これを介して本体に接続されて録音ができるようにしています。あとはさっき言ったように動画編集用の有線イヤホンとかもこの USB ドックを介してつなぐようにしていますし、あとはこちらスマートバンドですね。僕が使ってるこの細めのスマートウォッチなんですけど、こちらを充電する時の充電ケーブルに関してもこの USB ドックに接続をしてて、
充電するときはこの USB ドックから電源を取ってこちらのスマートウォッチは充電するようにしてますね。でこの濃いグレーと薄いグレーで色分けしているのはこの濃いグレーの方がデスクの上に設置しているもので、薄いグレーの方がデスクの下に設置しているものですね。さっき紹介したハンギングラックに載せている HDD と SSD に関してもこの USB ドックに接続をされてまして、この USB ドックを介してこの MacBook に接続されているっていう風な感じです。まあこうやって接続するおかげで MacBook に接続するケーブルっていうのはこの USB ドックから出ているサンダーボルトケーブル Type-C のケーブル1本だけで済むので、カフェに MacBook を持って行った時も Type-C ケーブル1本抜いてから持っていけばいいだけですし、帰ってきてからクラムシェルモードに戻す時も Type-C ケーブル1本挿すだけでこれと全て接続することができるっていう風な感じになってます。この USB ドック自体がね結構お値段が張るものになってきたりするんですけども、これね結構頑張って考えてこだわってやってる環境構築で、これはねやってよかったなと、投資価値があったなっていう風には思ってますね。そして今紹介したデスク周りで使っているものに関してはここから全て電源を取るようにしています。デスク裏に3話サプライのケーブルメッシュトレイって言われるね、なんかデスクツアーの動画とかでよく見るやつかなと思うんですけど、それを僕も使ってまして、それの中にエレコムの10口の電源タップを設置してまして、そこから全ての電源を取ってるっていう風な感じにしていますね。そしてそのエレコムの10口の電源タップの電源をどこから取ってるかっていうと、ベッドの奥の方から電源を取ってて、ダイソーのケーブルモールを活用して配線が目立たないように工夫してデスクまで這わせてるっていう風な感じですね。そしてデスクの右手側の方にはマグネットケーブルホルダーをくっつけてまして、 Type-C のケーブルを1本とライトニングのケーブルを1本ずつ設置して、デスク上で iPad とか iPhone を充電するように使ってますね。こちらのケーブルホルダーは結構磁力も強めですし、木目調のデザインになっているので、いい感じにこの天板とマッチしていいなと思って気に入って使ってますね。そしてあとここにもう1本アンカーのケーブルを設置してて、これは動画を撮影している時にこうカメラにね電源を供給しながら撮影してる時あるんですけど、そういう時に使うためにここに長めの Type-C ケーブルを1本設置してますね。こちらはアンカーのパワーライン3フローっていうシリコン製のすごく絡みにくいケーブルになってて、取り回しがすごくしやすいのでおすすめのケーブルですね。そしてここの天板の裏にティッシュを設置してまして、こんな感じで無印良品のクラフトティッシューボックスっていうこの厚紙のティッシュボックスにこんな感じでダイソーの面ファスナーを貼り付けてデスク裏にくっつけて使ってるって感じですね。やっぱりどうしてもティッシュは生活感が出がちなので、こんな感じでデスク裏に隠して設置をして視界に入らないように工夫をしてますね。でこれを真似してみようかなって思った方に一つ注意点なんですけど、中に入れるティッシュはこういう感じのビニール包装のティッシュを使った方がいいかなと思います。箱ティッシュのやつだと箱ティッシュをこうやってこう逆さまに設置すると、箱の紙とティッシュの紙でこう摩擦が強くてうまく引き出せなかったことがあったんですよね。ビニール包装のものだったら引っ張ってもこうやってスルッと抜けてくれるので、こういう設置の仕方をする場合はビニール包装のティッシュを使うっていうことがね一個覚えておいてください。はい、というわけでここまでで僕がデスク周りで使っているアイテムの紹介に関しては終わりになるんですけれども、最後にこのデスクの向きに関して話をして終わろうかなと思います。今はこの向きで使ってるんですけど、前はですね壁に長い辺側を沿わせる形で使ってたんですけど、その向きでやるとずっとこうね壁に向かって作業する感じになって、なんかそうやってるとねなんかこう頭がおかしくなりそうだったのでこの向きに変えました。まあ、この向きにしてしまうとやっぱりちょっとこの部屋の中心の方のスペースが狭くなってしまうのはあるんですけども、こんな感じでこう視界が開けた状態で作業ができるようになったので、ちょっとね気分よく作業できるようになりましたね。あと部屋の照明の位置的にも壁に向かって作業してるとどうしても自分が影になってしまって手元が暗くなってしまうということがあったんですけども、この向きだったら天井の明かりでちゃんと手元を照らすことができるので、その点においてもこの向きにしてよかったなと思いますね。あとですねモニターも活用してモニターをこう壁に寄せてあげるとデスクがねすごく広々するんですよ。たまに気分転換で椅子をこう逆側に持ってきて逆側に座って MacBook 単体で作業してたりすることもありますね。まあ、ちなみにその時はキーボードとトラックパッドに関してはハンギングラックのポケットに収納してより机を広々使えるようにしてますね。この机の向きにしたことで部屋の中でもちょっとした気分転換ができるようになったので、我ながらいいレイアウトにできたなっていうふうに思ってます。はい、というわけで今回の動画では僕の2022年の8月時点でのデスク環境をデスクツアーという形でご紹介させていただきました。
紹介したアイテムについては紹介した順番で概要欄に URL をまとめておきますので、気になったものがあればぜひポチってみてください。まあ少し前はデスク上にいろいろ置いてたんですけど、結局これだけあれば十分かなっていう感じで、デスク上のものがだいぶね少なくなって減ってきましたね。まあなんかこう YouTube とか Twitter とかでよく見るおしゃれなデスク環境の人ってで、スピーカーだったりだとかドライフラワーとか謎のランプだったりとかね、結構いろいろ置かれてたりする方多いかなって思うんですけど、僕はねそういうの全然真似できないなと思ってて、逆にね管理大変そうですよね。まあこだわりは人それぞれかなと思うんですけど、僕個人的にはこれくらい物を少なくしてる方が使いやすいかなっていうふうに思ったりしてますね。まああと僕はこのデスク環境をすっきりさせるためにもう部屋中がデスク環境っていう感じで、部屋の中の収納を結構工夫してたりするので、先日公開しているルームツアーの動画も合わせて見てもらえたらいいなと思います。今この動画を回している時点で8万回ぐらいルームツアーの動画再生してもらってて、僕のチャンネルの中ではトップレベルに人気の動画になってますので、ぜひ合わせて見てみてください。あと配線整理のやり方だけを詳しく紹介した動画も別で撮ってるので、よかったらそっちの方も参考にしてみてください。配線を整理するために使ってるダイソーのアイテムとかを全部ドバッとご紹介してるので、そっちの方もね参考になるんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画はこんな感じで終わりにしようかなと思います。このチャンネルではこんな感じで僕の部屋作りに関する話であったりだとか、買ってよかったものの紹介とかをやってますので、よかったらチャンネル登録をしてまた見に来てください。あと Twitter、Instagram、楽天ルームの方もやってますので、ぜひフォローしていただいて気軽に絡みに来てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またね。